タッチガチです。こんにちは、えっちゃんです。そし て, そしてどうも、三浦 TV です。いやー、よろしくお願いします。もうね、4回目になったわけなんですけど、はい、えっちゃん、ヨーチ、三浦 TV さんということで、はいはい、今回はお題、入学式をイメージして、まあ、桜とか学校とかを3人でマイクラ実況しながら作っていきたいなと思います。なるほど、はい、建造物を作っていくってことですね。難しそう。難しそう。実は私以前カズさんたちとマイクラの迷路をやったのが初プレイで、これ実は2回目なんですよ。なのでちょっと三浦 TV さんにはいろいろお伺いすることもあると思うんですけど、いやちょっと申し訳ないな、それは豆腐建築ですから、豆腐建築申し訳ないな、それは。いや大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。ということで今回はですね、三浦さん視点でやっていきたいと思います。はい、わかりました。はい、一回じゃあ桜をまず全員で一回作ってみましょうか。はい、あ、じゃあ花の色はえっちゃんに任せて、はい、木はちょっと僕らチョイスしましょうか。木の幹の部分、え、普通にこれじゃダメですよ、これね。あ、そんなあそうですね、いや木だからこれですよ。そうですね、これしかないです、それしかないですよね。樫の木で、じゃあはい、樫の木4マスぐらいの木にしましょうか。じゃあ結構、えっちゃんはじゃあ、はい、桜のね、その花を作っていこうか。はい、じゃあ桜の花は羊のウールがなんかいい感じのピンクだったんで、それにしようかな。それとなんか2色ぐらい使ってやっていこうかなと思います。そうですね、高さはこんなもんかな。ちょっと枝をちょっとこう出していく感じで、あ、枝出してもらえたら、そのこういう感じですね。スマホの P の方もね、ちょっと久しぶりなんで。ああ、なるほどなるほど。もう今もうパソコンの方でやっちゃってるんで、スマホとパソコンとありますけど、はい、最近はスマホのこの P が流行ってるらしいですけど、パソコンの方がちょっとできることが多いんですよ、やっぱり。へ、例えばちょっと前だったら、はい、スマホの方はネザーに行けなかったりしたのが、パソコンだったらもともと消えてたんですよね。うん、じゃあそういう違いがあるんですね。はい、行ける場所に制限がある。うん、でも P もだんだんパソコンに近づいてきて、今すごい何でもできるんですよ。これ黙々と作ってて楽しいですね。でもこれがマイクラの楽しさですよ。そうですよ、もうこう自分で頭を描いたものを形作っていくものですよ。うん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 、まさにえっちゃんには持ってこいのゲームですよ、これ。ね、意外と私好み。アート大好きえっちゃんならね。はい。アート大好きなんですか？アート大好きなんですよ。絵を描くのがすごい好きで、はい。なんかこれドット絵やってるような気分です。ドット絵、ああ、なるほどなるほど。はい、まあ春といえば桜ですけど、皆さん学生時代はどうでしたか？学生時代ですか。はい。中学校は剣道部、高校美術部。剣道部でした。剣道部だったんです、実は。すごいね、今ちょっと初めて言ったかもしれないんですけど、で高校では、まあ、美術部と写真部兼部しながら、はい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 、ボクシングに趣味で通ってました。すごいアクティブアクティブ、ボクシング、それ初耳だな。そうなんです、可愛くならなきゃの先に強くならなきゃ。そうなんです。そっちが強かったミュアティミューさんとか部活とかは、はいはい、僕は中学校時代野球やってましたね。うわ、はい、本当ですか。はい、あ、野球多いですね。僕も野球なんですよ。本当ですか。はい、僕ショートやってましたよ。え、はい、一緒です。あ、本当ですか。あ、マイクラ楽しい楽しい楽しいですか。これ楽しいですね。根っこがだいぶでかいですね、これ。根っこだいぶ根っこがだいぶでかい。だいぶ元気ですね。元気な桜だ。あ、でも全体的に丸っこい感じにはなってきましたね、桜の。なんか下に腕伸ばしてるのがいますよ。腕を伸ばして、あれゾンビですよ、あれ。あれゾンビですか。あれがゾンビです。牛とゾンビがいますよ。初めてのゾンビ。これゾンビですね、これ。分かった、皆さんちょっとベッドで寝ましょうか、じゃあ。はい、あ、いたいたいた。え、どこどこどこ。いつ並べてますね。仲良しですね。よし、合わせなった。おはようございます。あ、あ、いい感じじゃん。あ、いい感じじゃん。じゃあ、桜はこの辺にしておいて、はい、次、じゃあ、まあ、入学式とか入学式看板とかよくあるじゃん。看板、そうですね、看板ちょっと作ってみますか。作りましょうか。これめっちゃでかくなりそう。いや、多分この桜の木の何倍もでかくなる。もうちょっと高くしないと、多分その文字がかなり下の方に来ちゃうですよ、でかさの割に。変更して、塀とか、あ、校門にしましょうか。校門にしましょう。じゃあ校門入って桜の木があって、そうですね、で学校みたいな。そうですね、はい、あ、それいいですね。それにしましょう。校門って何色でした、学校の校門。グレーとかですね。グレー、あ、いいと思いますよ、その色で。こんな感じ。大学の最初の入学式はどうでした。
大学の入学式はなんかホールみたいなところで、はい、普通にスーツでしたね。ただ卒業式は袴でした。あー、はい、なるほど。すごい門ができてる。もうできてますね。もうかなりでかいけど。かなり頑丈なもんですね。ちょっと横長ですね。あ、なんか鉄の柵みたいなのなかったでしたっけ？なんかガラガラガラみたいな。ありました、ありました。そうでした。あれでした、はい。鉄格子でなんとかできないかな。鉄格子。あ、鉄格子が思ったよりちっちゃい。ちっちゃい。なんか違うぞ、これは。ちっちゃい気がしますね。ちっちゃい、これは。ボンボン高等学校。ボンボン高等学校。ボンコーね。なんかボンコー今日入学式らしいよ。いい感じじゃないですか。お、結構いいんじゃないこれ。いいんじゃないですか、これ完成じゃないですか。あの門は完成ですよね。完成ですね。いいんじゃないですか、これで。いいいいいい感じ、いい感じ。ちょっとじゃあ、あと校舎。あとは校舎のみですね。なんですけれど、一旦ね、ここで。はい。はい、そうですね。この4話は終わりでございます。はい。この後、第5話では。でっかーい校舎を作りたいと思いますので、皆さんまた気になりましたら続きぜひ見てくださいね。ということで今回もニラ TV さんにお付き合いいただきました。皆さんまたお会いしましょう。またねー。またねー。